響きワークス。ああ、ふう。その後、怯えながらもおっかなびっくり引き返し山を降りた。幸いなことに熊に鉢合わせることもなかった。ここまで降りれば、もう大丈夫だよな。でも市街地に出没とかたまに聞くしな。人の手の入った場所ではあるが、それでも熊がいないか周囲をキョロキョロ見回しながら恐る恐る進む。とはいえ、結局目的地の目星もつけられなかったので、あちこちをあてどなくさまようしかない。あれ、ここ。そうやってぐるぐると歩き回るうちに見覚えのある場所にたどり着いた。ようやく目的地への手がかりというか足がかりができたことに、心の、なんて読むんよこれ。なんでもいいわ。心の、まあ中でいいわ。心の中に安堵が広がる。僕は乳酸が溜まった足に活を入れ、とにかく足を前に進めるのだった。やった。あった。思わず人里に降りられた遭難者かのような声を漏らしてしまう。ついに見つけた。ここが若見家だ。母屋の佇まいも昔の記憶にあるものと合致する。大きくは変わっていないものの、ところどころ手が入ってる感じはする。しかし、少し離れたところにコテージも並んでいるから間違いないはずだ。ごめんください。インターホンのチャイムを押してから僕は声を上げる。緊張で少し声が上ずってしまったのが恥ずかしい。軽く呼吸を整えていると、はーい、あ、柔らかくそれでいて透き通るような綺麗な声とともに、先ほど望遠鏡で見た女性スイ姉さんが現れた。美人だな、でっか。そして僕の顔を見てピタリと動きを止める。正直彼女たちに会えたとしても覚えていないと言われることも考えていた。だからハッとした様子の彼女を見て覚えててくれたのかと嬉しくなった反面、どうしていいかわからなくなった。久しぶり。覚えてるかな、いいとこの。うわ。伺うように挨拶した瞬間、スイ姉さんはパッと花が咲くような笑顔で僕に飛びついてきた。ゆうちゃん、おかえり。やっぱいいな、ゆうすけって名前はいいな。ただいま。ぎゅっと抱きしめられて、また声が上ずってしまう。さっき見た魅惑的な水着姿、あの豊満で肉感的な死体がこんなに密着してきているなんて。すごいな。なんか熊のこともよく分かってないし、なんか変に、なんかところどころ知能が低いじゃん。やっぱエロゲの主人公って。なんかいいな。IQ がどんどん下がっていくのいいな。どこか甘い香りがする上に、すべすべした肌の感触と体温までダイレクトに伝わってきて、どうしていいかわからないぐらいに恥ずかしい。それでなんだかおろおろしてしまうのが我ながら情けない。でも柔らかくて暖かくて、夏の陽気に当てられてか、しっとり汗を浮かべた女性の体が僕を包み込んでいるのだ。
これで平静を保つなんてとてもじゃないが無理だと思う。水姉さん。なんとか声を出すが、とっさに出てきた呼び方は幼い頃のもので、甘えているように感じて余計に恥ずかしくなってきた。さすがにもう大人だし、これからは水蓮姉さんとかにしておくべきか？お姉ちゃんと呼ぶのが恥ずかしくなった弟が、姉貴とか姉さんとか言い出すのと同じような感じで。嬉しい。おかえりなさい。おかえり。うわあ。いいなあ。よし、そうしようと決めたものの、さらにぎゅっと抱きしめられて、くすぐるように頬ずりまでされてしまい、言葉が引っ込んでしまった。小さい頃にもこんな頬ずりされたことはあった。幼い頃なら僕も面白がってはしゃいだけど、今は違う。今は違う。やっぱいとこを女として意識しとるってことか。人の目とかも考えとるあれじゃないしな。それに、おかえりという、言葉に不思議な感慨も込み上げてくる。本当に故郷に帰ってきたかのような感覚というんだろうか。こんなに喜んでくれてるのに水を差すのも悪いかと気が引けてしまった僕は何も言えなくなってしまった。包み隠さず言うのなら、綺麗な大人の女性となった水姉さんに抱きしめられるのは恥ずかしいけど嬉しかった。ああ、よかった。やっぱり帰ってきてくれたんだね。水姉、水蓮姉さん。え？なんか語呂が悪いな。水蓮姉さんはちょっと語呂が悪いな。水姉さんのままにしてくれんかな。音の感じが気持ち悪い。また強く抱き寄せられ、僕は柔らかく温かな肉にうずもれたまま、どこかうっとりとため息を漏らして、ただいま。おかえり、シオン。やった。え、背後からどこか焦ったような女の子の声が聞こえてきた。シオン、どうやら水姉さんの妹、シオンが帰ってきたようだ。あ、ちょっと水蓮姉さん。もがいてなんとか水蓮姉さんから離れようと思った。なんともタイミングが悪いというか、離れる気なかったくせに。離れる気なかったくせに何を気取っとるんよ、こいつ。こいつやってんな、マジで。子供の頃ならいざ知らず、こうして抱きしめられている姿を見られたら、久しぶりに会うシオンにあらぬ誤解を受けてしまうかもしれない。ダメだ、振り払えない。というか、押しのけようにも触るに触れないって。やっぱここら辺やっぱエロゲの主人公なんだよな。なんでこうなるんだろうね、本当に。やっぱいいわ。思想の話になってしまう。こういう時、女性の体のどこに触れたらいいんだ。どこ触ってもアウトにしかならない気がする。どういうこと？お姉ちゃん知ってたの？水蓮姉さんが僕を思いっきり抱きしめていることに気づいたのか、シオンであろう少女の声がピタリと止まった。シオンの方を向いたからか、水蓮姉さんの抱擁が、弱まり、僕はなんとか体を引き離し顔を上げた。え、あれ？さっきの、というかお姉ちゃんって水蓮姉さんのことだよね。え、じゃあまさかシオン？そこにいたのは、さっき展望台で会った女の子だった。
僕を変態だとか熊の餌になれとか言ってきたあの子が成長したシオンだったなんて。いや、確かにシオンだと言われてみれば面影はある。あるけど、元気でおてんば気味だった幼い頃とまとう雰囲気が全然違って。で、何してるの？何しに来たの？久しぶりに近くに来たから挨拶に。この近くに用事なんてないでしょ？せやで。う。なんで突然？しかも、姉ちゃんと。姉ちゃんと。なるほどね。ここで匂わすとくんか。ここで実はっていうのをちょっと雰囲気を出しとくんか。なるほどね。久しぶりだから歓迎してくれてたんだよ、スイレン姉さんが。嘘はついてないけど、どぎまぎした結果、わたわたとみっともなく弁解してしまう僕。シオンはそんな弁解に反応を返すこともなく、氷のような視線でただじっと僕を見つめているだけだ。シオン、ほらこっち来て、見て触って匂って、本物だよ。本物だよ。本当に本当に触れる本物なんだよ。うう。はしゃぐスイレン姉さんの楽しげな声がこの場に嫌に響く。とても温かい空気と冷たい空気の狭間で困惑し、立ち尽くすことしかできない僕。それじゃあ入って入って、久しぶりだし立ち話もなんだからね。お茶の用意するから待ってて。あ、うん、じゃあお邪魔します。スイレン姉さんに手招きされ、シオンにぷいっとそっぽを向かれながら、僕はおずおずと玄関に上がるのだった。本当久しぶりね。元気そうでよかった。はい、お茶どうぞ。ありがとう。久しぶりの再会。僕が島に来たことを心から喜んでいるようで、ご機嫌な感じではしゃぎ続けるスイレン姉さん。うう。そして変わらず不機嫌そうなシオン。そんなシオンの手前、スイレン姉さんには申し訳ないけど、再会を喜ぶ姿を見せるのも少しためらわれてしまう。久しぶりだね、シオンも。うん、長い間顔も見せに来なくてごめん。僕はスイレン姉さんの勧める席に座り、差し出されたお茶で喉を湿らせつつ、改めて二人に挨拶する。いいの、そろそろ帰ってくるかなってお姉ちゃん思ってたから。元気そうだね。立派になったね。大きくなって男の人になっちゃったね。そうかな。優しい口調でだけど、怒涛の感想攻めで、ついでに隣にぴったりくっついて座られ、腕や胸板を触られ、うろたえてしまう。もともと男でしょ。そんな僕たちを冷ややかな眼差しで見つめつつ、向かいに座ったシオンが言い放つ。男の子から男の人になったんだよ。ほら見て、腕も太くて立派で肩幅だって。私たちとは全然違うね。そりゃ男なんだから当然でしょ。成長すればそうなるわよ。見て見て、胸板もこんなに熱くなっちゃって、たくましいね。大きくなったね。ああ、
ちょっとお姉ちゃん、そんなとこ撫で回さない。僕にもたれかかり頬を寄せ、軽くだけど抱きついてくるスイレン姉さんと、キレよく的確なツッコミを入れてくるシオン、そしてどっちにも抗えない僕。今回どのくらいいるの？いつまでこの島にいるわけ？そうだな、まだ泊まるところも、決めてないから。あ？こんな島に来てアポなし？どういうこと？気が触れとるやろ。どういうことよ。え？ありえんだろ。民宿とか宿の空き次第かな。空いていれば少し長めに滞在しようかなとは思ってるけど。子供の頃とは違い、すっかりとっつきにくくなっているシオンのちょっと突き放すような物言いに圧されつつ、僕は答えた。押されつつか。何それ、泊まるとこ予約してないの？はあ、この世間知らず。そうかな。僕一人なんだし、飛び込みでも泊まれるところはあると思ったんだけど。まあでもそうか、じゃあうちに泊まりなよみたいな。だからそういうことなんだろうな。あの主人公の知能をなんか急にさ低くするっていうのはそういうことなんだろうな。うん、こうやって知能を低くしてアホにすることで、じゃあうちに泊まりなよみたいなイベントを発生させるっていう、そのなんだろう、きっかけ作りになるんか。いきなりダメ出しじみた言葉をぶつけられ、僕はさらに毛をされてしまう。で、姉さんがおらんくなったってことは、宮瀬島は観光地じゃないし、一人素泊まりなら予約もいらないと思ってた。あえて泊まるところも決めてないのも旅って感じでいいかなとかこっそり思ってたんだけど、ただ世間知らずを露呈させたようでかっこ悪い。これがあの知能の低いことのあのあれだろう、知能が低いことの補填。じゃあとりあえず携帯を取り出し民宿に電話して確認しようと思うが、よく考えたらそもそもホームページとかあるんだろうか。スイレン姉さんに聞いた方が。ほら。で、あれ？連絡先を知っているか相談しようと振り向くと、スイレン姉さんがいない。ん？辺りを見回し、ふと廊下に目をやると、スイレン姉さんが携帯で電話をしていた。このタイミングでこっそりどこに電話を。だから旅館だろうな。あ、はいはい、いつもお世話になってます若見です。今日はそちらのお部屋は空いてないですよね、っていう話になるわけよ。どうせ空いとるんだけど、空いてないですよねみたいな流れになるんかな。じゃあうちに泊まりなよっていう。え、大丈夫？ほら、大丈夫じゃ困っちゃう。あ、いえいえ、こちらの話です。これがあれやな、じゃあの主人公の知能が低くなければいけない理由、低い理由じゃなくて低くなければいけない理由だ。はい、では予約でいっぱいということで。はい、皆様によろしくお伝えくださいね。はい、では失礼いたします。一瞬ちらりと僕に視線を向けるスイレン姉さん、頭の中にしかし回り込まれてしまったという言葉とともにおなじみの音が響いた。どういうこと？つまりうちに泊まれっていうのを察したってことか。これはあのシナリオライターの好みだな。気のせいだろうか、考えすぎ。そういう知恵はあるのに知能が低い。悲しみ。それよりもスイレン姉さん、ガラケーだったんだ。そうか、ガラケーなのか。関係ないとこやん。
だからこの関係ないところであのあれか、ああそうかそうか、あの話を変えるための振りだ。なんかすっごい久しぶりに見た気がする。なんてことは今はどうでもいいんだろうけど。というわけで民宿に空き部屋ないみたいだし、遠慮なくここに泊まってねってなるわけ。今に戻ってきた睡蓮姉さんは決定と言わんばかりにそんなことを言った。僕が聞いていたというのも織り込み済みのようだった。いやでもそりゃ申し訳ないし、宿を回って空きがないか聞いてみるよ。いいってば、うちで三人仲良くしようね。睡蓮姉さん、でも僕としてはそこまでお世話になるつもりはなかったから、申し訳なさと準備不足な自分を恥じる気持ちでいっぱいだ。だったらもっと知能をさなんせ母さんから姉妹二人で暮らしていることも聞いていたし、迷惑をかけるようなことはしたくなかった。まあ女として意識しとるからな、泊まるなんてもってのほかか。でもこうまで言ってくれる睡蓮姉さんのご好意を無下にするのもまた申し訳ない気がしてしまう。でもコテージがあるってことはそこに泊まれってことか。なんか民泊みたいなの経営しとるんじゃないじゃん。泊まっていってくれるかな。じゃあその迷惑にならないんだったらお願いします。京子に断るようなこともできず、僕は睡蓮姉さんの言葉に甘えることにした。シオンに嫌がれるかもしれないとちょっと思っていたけど、しょうがないと言わんばかりに一つため息をこぼすだけだった。じゃあ決まり、おいしいもの食べてほしいから頑張ってお料理しなきゃ。ゆうちゃん、自由にくつろいで待っててね。やっぱラブリーコールだから、ここのゆうちゃんっていう部分だけあの文脈がないから、なんかあの癖があるな。明るく優しく声をかけてくれる睡蓮姉さんと冷たい眼差しを投げ続けるシオン。謝ったんか、覚えてなくてって。お姉ちゃんにどこまで甘える気なのかとでも、言いたげな視線を向けられる。シオンの視線に促されたわけじゃないけど、ただ待っているというのも僕も気が引けて逆に落ち着けそうにない。あの睡蓮姉さん、何か手伝えることとかないかな。え、お客さんなんだし悪いよ。いやいや、親戚なんだし、僕はちゃんとしたお客さんじゃないんだから。止めてもらう以上、宿泊費ぐらいは払いたいんだけど、多分受け取ってもらえる気がしない。それに急に押しかけて迷惑をかけて、いるのは本当だ。ご厄介になる以上しっかり手伝いはするべきだろう。じゃあちょっとだけお願いしていい？今日は凝ったお料理を作りたいから。もちろん僕にできることなら何でもするよ。ありがとう。シオンも一緒に来て。二人で手伝ってくれたら早く終わるしね。わかった。少しだけ不詳不詳といった感じのシオンと一緒に睡蓮姉さんについていく。なんだか子供の頃のお手伝いを思い出してしまって、自然と笑みがこぼれた。ちなみに道すがら聞いたところ、睡蓮姉さんやシオンは島の漁協の許可をもらって自分たちで食べる分の魚とか貝なんかの海産物を取ったりするらしい。あー、ちょっと多めに取れた日はコテージの、宿泊客にもお裾分けをしたりするらしい。お客さんからするとラッキーというか嬉しいサービスだろうな、なんて思うのだった。